深部流体とは、地下300メートル以上に存在する非天水起源の地下水を指す名称。反応性に富むとされており、深部地下水環境に大きな影響を与える多温泉として用いられていることも多い。有馬型深部流体地下水の起源としては、雨水が由来のものと、そうでないものがあるが、このうち雨水が由来ではないものを深部流体と、呼称する。 深部流体の成因としては大きく二つに分かれるとされている。アリマ型深部流体有質メカニズムフィリピン海、プレート等の海洋プレートは海水を巻き込みながら沈み込んでいくが、この際に高温高圧化の環境になることで、地下5 0トル以新では一部の水が脱水分解反応により、プレートから脱水する。 脱水した水はマントルを蛇紋岩化しながら地表近くまで上昇していき、断層沿いに流出する。このような成因の地下水のことを、有馬型新武流体と呼ぶ。名称の由来は、有馬型新武流体の中でも代表的な例である、兵庫県有馬町の有馬温泉であることから来ている。そのため有馬型温泉、有馬型熱水等とも呼ばれることがある。 輸出地点としては中央構造線沿いに見られることが多い。盆地のような場所において水が浸透しにくいデ層などが厚く堆積した場合に海水が閉じ込められ不凍水槽が作られることがある。この不等水槽により孤立した地下水を長期停滞水と呼ぶ。また化石海水に含める場合もある。このような低体水は基本的に地表に流出することは少ないが、 終極のような強い力がかかり、不凍水槽に亀裂が入った際には断層を通り、地表や戦争にまで上昇する。深部流体はその成因から、通常の地下水とは異なる水質であることが多い。アリマ型深部流体は CO2 を多く含むため、pH は中性酸性であり、塩分濃度や CL 濃度、ウ素濃度が非常に高く、高温熱水に見られる、高 LI 濃度が見られる。 また、地下深部が起源であることから、HE 同位体比がマントルと同じである。深部流体の直接的な成分ではないが、流出時に岩石からの成分を取り込むため、FE 等の金属イオンを多く含むことが多い。有馬温泉等のいわゆるカナイズミと呼ばれる含む、鉄線の起源はここからだとされている。長期低滞水は古海水であることが多いことから、 pH は概ね中性であり海水由来の NAA 濃度 CL 濃度を多く持つ。また、有機物起源の炭化水素ガスが普遍的に見られるため炭素同位体組成や炭化水素組成による起源や成因の推定が可能である。深部流体はその成因から成分や成分の同位体比に違いがあり、地点ごとにスポットしていくことで 地下深部における流体の動きを特定することが可能である。またその成分と非火山性地帯に見られる温泉という特殊な要因から温泉として利用されているものも多い。ありがとうございます。